バスケットボール男子ワールドカップ8月25日開幕沖縄などで日本代表のエースとして期待される渡辺優太28イコールサンズが28日一部の強化試合に出場しないことを明かしたこの日から始まった日本代表の合宿に合流したそのことを SNS で報告した上で先に謝っておきたいのがこの先いくつか出場しない強化試合があります と投稿。僕個人だけの意見ではないということと、すべては25分の8に万全の状態を持っていくためですのでご理解いただければと思います。と続けた。日本代表、世界ランキング36位は8月に、4日にニュージーランド代表、同26位と群馬、オープンハウスアリーナ大田で強化試合を実施。同月中旬には東京、 有明ア,ア,アリーナでアンゴラ、同41位、フランス、同5位、スロベニア、同7位とも強化試合を行う。